皆さん、はじめまして、ドリオンと申します。今日はですね、メディネットを見ていきたいんですが、まあ今日ですね、結構下げた銘柄が多かった、まあ、自分のポートフォリオの中では、下がってるのも半分以上見られたんですが、まあ、メディネットマイナス5で引けていて、まあ一時的には103まで下げてるんですが、104ですかね、104まで下げてるんですが、まあ下ひげ、今チャート的には全然上昇チャート終わってないかなという感じの終わり方をしていて、で PTS がプラス6円、なんかあれさっきですかね、141まで上がってますね。なんか出てましたっけ、ニュースが。信用取引での末端措置、なんかニュースがあるようには見受けられないんですが、夜間 BTS が141までいってます。結構大きな上げ、これ普通のザラバで見ると141だと直近の高値更新してますね。まあちょっと最後に掲示板を見て、まあちょっと夜間も上げてるんで、自分もこのまま夜間で数枚買おうかなと思います。それでみんな寄ってきたって感じだったけど、 PTS は初めから買われていた、115手前で。 PTS が強いと翌日も強い傾向があるが、最近ではあるのではと。ヤンセンとのことが本格的になったらこんな価格ではないでしょうね。 PTS は騙し上げなのかと。動くかね、匂うな。明日のデイが楽しみ、思惑も含んでますね。往復させてくれないのか。141はガスだとしては持たざるリスクを感じた、チキンホルダー買い戻していると。そうですね、140っていうのがどういう意味があったのかわからないんですが、ちょっとなんか買いたくなるような動きですね。まあ結局今もプラスなんですけど、まあちょっとその真下で一回勢いを下げてというかですね、一日様子見て次の日で大きく上げてくるっていうパターンも全然考えられるので、自分はちょっと面白そうかなと感じてます。明日はですね、先ほど上げた動画のアジア開発キャピタルも楽しみなんですが、またメディネットのこの夜間の謎の高値140円の、行方がですね、明日のザラバで気になるという、また楽しみが一つ増えました。自分も夜間で買いまして、明日迎えたいと思います。今回は以上になります。ありがとうございました。